毎月1日は里ゆいラジオ始まりました。今月もラジオということで、YouTube のコミュニティタブでもお知らせした通り、今月はちょっと1日にねパラスティカさんとのコラボ動画の後編がありましたので、その後は僕の誕生日があり、ファーストテイクを出したい土曜日があり、誕生日おめでとう、ありがとう。26歳になりました。4月3日で26歳になりました、里ゆいくん。で、目標は登録者800万人です。はい、今年の目標はチャンネル登録者数800万人ですね。あともうだってちょっとだよ、あと787万人ぐらい。100万人もいってないのにまあそんなことはさておきですね、今月も里ゆいラジオ5日にはなってしまったんですけれども、もう5日か。はい、やっていきたいと思います。でも多分 これからもね、こういうちょっとずれるみたいな時が来ると思うので、その時はね皆さん多めに見てください。うん、だからまあ毎月1日っていうか月の始めはみたいな感じだね。ああ、そうしよう。毎月1日がさ動画投稿日じゃない可能性もあるから、うん、だからちょっとずれることもあると思うんですけれども、月の始めの投稿日にできれば出す。でその時になんかこうコラボとかやらなきゃいけないことがある場合はちょっとずれますので、皆様ご了承くださいませ。じゃあ毎月1日はっていうのは嘘そうだね、ちょっと変わっちゃうね。月の始めはとかにする。ダサくない？じゃあ何？月誌？月誌は違うじゃん。月の始めは里ゆいラジオ。何の歌？年の始めの試しとてって歌あるじゃん。試しとてって何？知らない。おみくじのことなんかね、わかんないけど、まあ今月は何か挑戦したいこと、始めてみたいことというテーマで募集をさせていただきました。まあ、4月ということで、うん、皆さんの新生活もあると思うんでね、なんか始めてみたいこととかっていうテーマで募集したんですけれども、はい、世の中がもうそんな状況じゃなくなってしまいました。今月はコロちゃん、コロちゃんがねいっぱいもう感染者がたくさん出てしまいまして、ちょっと外に遊びに行けるような状況じゃないんですけれども、だからみんなもねちゃんと家にいましょう。そうです、家にいてもう自分は無症状感染者なんだと思って、うん、人に出て外に出て咳をしたら人にうつして、その人がおじいちゃんおばあちゃんだったらその人殺してしまうぐらいのちょっとやりすぎなくらいの考えでいた方がいいと思うからね、うん、ちゃんとね。僕らもねもう何日間家出てないですかリアルに、1週間ぐらいリアルにそんぐらい出てないかもしんない。まあ買い物行ったりしたのを含めると3日、うんだから俺はもう3日間は家の玄関から外に出てない。何してたっけ。君は病院行ったりとかしてたじゃん。あー病院行った。そう、病院とかまあしょうがないから、病院行っててもまあ内科とかじゃなくてね、お薬飲んでますからね、うん、婦人科、生理用のお薬飲んでるから、それのね婦人科行ったりとかしてたけど、それ俺はないから、そういうのが本当に3日間ぐらい家から出てない。マジでゴミ捨てするぐらいじゃない。ほんとゴミ捨てだけ外にゴミを持っていくだけでしか外に出てない。コンビニも行ってないし、スーパーも行ってないし、うん、ね、まあそんな感じなんですけれども、ちょっと皆様に楽しみをお届けできるように今月もラジオ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします、ひなてさん。ぴょぴょぴょ。ということでお便りを今月もいただきました。皆さんありがとうございます。ということで、こちらでございます。短いの方お、いい、読んでください。最初のお便りこちら。里ゆいラジオ、里ひろくん、ゆいちゃん、こんにちは。こんにちは。私はダイエットに挑戦したいです。お、部活は結構力がいる競技なので、はい、春休み中に筋トレをして、はい、それがダイエットになればなって思ってます。なるほど。うざいよ、ああいうのって。いいよ、読んで読んで、はい、でもとにかくめんどくさくてずっと寝てたいという欲に負けますどうしたらやる気を出せますか、かこちゃんです。ありがとうございます、お便り。申し訳ないんですけれども力にはなれないと思います僕らにダイエットのやる気というのは聞かない方がいいかなって思いますけど、僕らはちょっとダイエットに関してはもうど素人以下ですから。でも僕最近やってるから。最近やってでもまあやってるよね。俺がさ動物の森の生配信してる横でさ、なんか話しかけたいこととか急用でもあんのかなと思ったら、私スクワットするから見てみたいななんでその時今なのみたいな。だって暇なんだもん。暇じゃないよ。まあそんな感じでちょっとダイエットということに関してはね、僕たちもなんとか成功させたいんですけど、最近このまあ世の中の情勢で外に出れなくなったおかげって言ったらちょっとねよくはないと思うけど、自炊をね、そう
してるんですよ。もう3食、まあ前からご飯作ることはやってたりはしたんですけど、まあ、どうしても外に撮影行ったりとか誰かと撮影とか仕事があった帰りとかはさ、まあどうしてもコンビニでご飯を買っちゃったり外で済ませちゃったりすることが多かったじゃないですか。私が自炊に目覚めたんです。そう、どっちかっていうと俺は家で食べたい派、うん、で、まあ、ユイさんがちょっと外で食べたい派なんだよね。そう、食べに行きたい派、ラーメン食いたい派。そう、家にいてもなんかこうどっか食べに行こうよみたいな派なんですけど、そう、僕はこう家に食べたい派だったから、それのねこう技術を今伝授してます。別に教えてもらってないんだけど、ただ普通に自分が作りたいものを作ってるだけで。俺がさ前から結構家で作るのが好きだったから、調味料とかが結構あるんだよね、里井ハウスにはね。なんだよ、なに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 、私もやってるよって当たり前だろうが。まあそんな感じで最近はちょっとご飯を作ることをたくさんやってまして、その結果どうだったんですか？いや、なんか1キロぐらい減った。おー、でもさっき体重計測ったら戻ってた。あれ昨日のあれ昨日の数字は何だったんだろうっていう、どうしちゃったんでしょうかね。便秘なんじゃない？さっき出してきた。さっきうんちしてきた。うんちした直後に測ったのに別にそんなでもなく。あ、そうなんだ、うん、でも意外とね外で食べなくなると痩せるよ。でも痩せるだろうね、うん、ちゃんとさ、なんか家で食べるときはさ野菜を取ってとか考えるもんね、うん、やっぱね、あこれじゃちょっとなんか野菜足りないかなとかお肉足りないかなとか考えてご飯作るから、こうバランスよく食べられてるんだと思う。でもヒロ君は痩せてないでしょ？これは変わらない。だって前からこう家で作って食べることが多かったからさ、だから多分痩せないんだと思うけど変わらないんだろうねあんまね。あとまあ外に出ないからカロリーを消費しなくなったんだろうね。あー、それ家もあるな。あるよ、絶対あると思う。カロリー消費全然してない。毎日どっかしたもんね。君結構出歩いてたよね。美容院行ったりネイル行ったり友達ご飯行ったり買い物行ったりって毎日どっか出かけてた。でもさお酒飲まなくなったねあんまね。あー、俺はさあんまりこう家で飲むことがなかったじゃん、うん、外で行って飲むみたいなタイプだったから、酒を飲む量が多分確実に減ってる。そうか、うん、だってお酒は入ってるよ、冷蔵庫に入ってるけど買いに行くのがめんどくさいからあんまり多くの量を飲まなくなったよね。ピーピー、ダイエットと何の話か。だから逆にこう今健康的な生活でダイエットができるんじゃないのって。いや、まあもう学生の方ですから飲まないと思いますけど、お酒は。そうだよ、絶対飲まないよ。だから筋トレじゃない？家でできるダイエットって言ってやっぱ筋トレとかスクワットとかじゃない？筋トレとスクワットはもうほぼ同意ですけど、スクワットってめっちゃ痩せるんでしょ？なんかすごいきついから一番ダイエットに効果あるみたいな、腹筋とかするよりスクワットとかの方がいいんだってね。へえ。で筋肉量、体の筋肉量を増やしてタンパク質、まあ、卵とか鶏肉とかをいっぱい食べて筋肉をつけて基礎代謝を上げて中性脂肪を燃やす。でも筋肉質すぎて筋肉がつきすぎちゃうんだよね。あー、ゴリゴリになっちゃうタイプね。そう、ガタイ良くなっちゃうタイプ。ガタイ良くなっちゃうのやっぱ女性としてはさ、まあ、別に言えばいいよ、別に。あ、いいの？だってただ細い女よりさ筋肉ついてる女の方が良くない？まあ健康体ぐらいの人の方が見てていいよね。そうそうそう、だからモデルさんとか、まああるモデルさんに僕あのウームに行くときにエレベーターの中でたまたまねお見かけしたことがあったんですよ。もうテレビに出てる超有名な人、うん、会ったときマジちょっと怖いぐらい骨だった。いや、あの子は細すぎ、すごい細くて。いや、まあテレビで見ててもすごい細いじゃんあの人。誰誰だかみんな知らないけどね。まあ言っても大丈夫だと思うけど、川北さんね、川北真由子さんにあのエレベーターの中で、まあ、話しかけたりしてないよ、ただお見かけしてうわ川北真由子だと思っただけなんですけど、見かけた時にすんごい細くて本当に折れちゃいそうだなって思った。ポキッちゃいそうだね、ポキッていっちゃいそうだから。でもあれはでもすごいきついトレーニングをしてあの体型を維持してるんだと思うけど、筋肉も多分相当あると思うよあの人。うん、じゃなかったら姿勢よくキープなんかできないでしょ。まあ人のこと言えないけどね、いろいろね。まあね、そう筋トレをしてある程度こうやっぱ肉付きのいい人の方が多分健康にはね、見えるよね、うん、やっぱ筋トレですよ。家でできる、外に出ずにダイエットするなら筋トレ、マッソ
マッソトレーニングです。マッソマッソ、はい、マッソトレーニング頑張りましょうということで次行きたいと思います。じゃあどれ読みますか、ゆいさんと。え、どれでもいいよ。じゃあ僕がこれ読みますね。さとひろくん、ゆいちゃん、はじめまして。はじめまして、こんにちは。まずはじめにドロールキング前を向いて2曲のカラオケ配信おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。いつも買い物や大学に行くときに聞きまくってます。ありがとうございます。さて本題ですが、現在大学生をしている20歳の私ですが、小学生からピアノ、中学高校では吹奏楽部でした。高校に入学するお祝いに中学校の部活で始めたフルートを買いました。いいな、フルート。字めっちゃうまいんだけど、ね、めちゃくちゃ綺麗だよね、うん、お手紙すごく嬉しいです、この手紙。しかし現在は実家を離れて一人暮らしをしているため、なかなか吹けていない状況です。まあなかなか難しいですね、一人暮らしの家でフルートって音がねちっちゃくならないからね、うん、そして私の母ですが、ピアノの先生をしています。我が私が我が実家ってないや、私が実家に帰った時にはいつも母がピアノねえ、時間差で笑うのやめてよ、俺が読み間違えたところ見つけちゃったと思う。いや、私が実家を我が実家って俺が読み間違えたところでしょそんな爆笑しなくてもいいじゃん。何我が実家、間違えたんだよ、なんか両方意味が被ってるね。頭痛が痛いみたいな感じになってるね、我が実家。いいよ、私がフルートでセッションをしながら楽しんでいます。まあ、お母さんピアノで、この人はフルートで、めちゃくちゃいいじゃん。こんな母の夢であり私の一つの夢ではあるのですが、二人でいつかコンサートできたらなーなんて思ってます。すごい、すごい。俺そのラジオのさ、お手紙がみんなから送られてくるときにどれを読もうかなと思ってこう一回読むんですけど、めちゃくちゃいいじゃんこの手紙って俺普通に声に出して言っちゃったもん。その夢に近づくためにも YouTube で配信してみようかななんて思ってみたりもしていますが、まず何を準備したらよいのか分かりません。さとひろくんとゆいちゃんは一緒に MV を出したり歌ってみたの動画を出したりしていますが、どのような機材が必要だったりしますかということで、あ、まだ続いてるわ。長く分かりづらい文章で申し訳ないです。いつも2人の動画を楽しみにしています。これからも頑張ってください。そしていつか私と母のコンサートが実現したら来ていただけると嬉しいです。頑張ります、ピーチさんより、ということでありがとうございます。めちゃくちゃいいじゃん、お母さんと2人でセッションなんて。俺はもうめちゃくちゃ羨ましいよ、もうこの状況だけで。君がさピアノを弾いてくれて、うん、俺がギターでセッションできたらいいななんて思うんですけど、うん、どうですかその辺は。すごい、で実現できたらすごい親孝行だよ。いやもうすごい親孝行だし、僕の提案をすると流されましたけれども。ああいいよ、やろうよ。何やの、練習するよ。練習するの、うん、まあ、今おうち時間ですから、うん、家にいる時間長いですからね。なんだろうね、これどういう曲を演奏したらいいか分かんないっていうのあると思うけど、多分ね YouTube に載せるんだったらクラシックとかは受けないと思うから、今グレンゲやればいいんだよ。そうね、グレンゲをフルートとピアノで演奏してみるみたいな。めっちゃかっこいいじゃん、うん、ピアノでさ伴奏してさ、フルートでメロディーでしょ。ちなみにお父さんが歌えばいいんだよ違う、お父さんはあの楽器できないかもしれないから、うん、鬼の仮面をつけて後ろで踊ってもらう。完璧完璧、いいじゃん。なあれあるよね、なんかさ、うん、なんだっけ、シュガーソングのさ、うん、家族で弾いてるやつあるよね。え、知らないの。見たことない。子供がドラムで子供がギターで、うん、お父さんがベースみたいな。へえ、すごい、いいじゃん。知らないの。知らない知らない、その動画。え、シュガーソングだけど忘れちゃった。まあいいやそれはだそういう風になんか世の中で流行ってる曲とかだよね。白日とか、いや白日、まあヒゲダンとかもいいんじゃない。うん、ヒゲダンはさ、だってピアノがもうベースであるじゃん。確かに。だからそのピアノを弾いて、そのピアノ伴奏にフルートでメロディーを乗っけたりとかするだけで、俺見たいもんな、うん、母と娘で弾いてみたとかもなんかワード引き強いよね、うん、親子で弾いてみた、いいな。なんかでもどういう機材がいるんだろう。なんかギターとかはさ、あのアンプにつなぐ系のやつはオーディオインターフェースって言って、まあちょっと難しい話ですけど、そのパソコンに綺麗に音を取り込むための装置がいるんですけど、フルートとかだったらでもいるのかな。やっぱりマイクで音を拾うんだったらオーディオインターフェースとか、あと録音するための機材とかが必要になってくると思うけど、どうやってやってんだろうね。ピアノ弾いてみたの人とか全部直撮りじゃない、グランドピアノとか。うん、でもそのカメラのマイクってやっぱりどうしても音がちょっとさ、パソコンで処理されちゃうと良くなくなっちゃうのよ。いいな最初は。まあそうだね、あんまりこう
入りを重くしない方がいいかもね。ちょっとやってみて面白くなってきたら機材を買うみたいな、うん、でも逆パターンもあるよ。機材を買ったから頑張る。あ、うちの家庭そのタイプだった。買ってあげるから頑張れタイプだった。なるほどね、はいはいはい、ご褒美じゃなかった。あ、上達してきたら買うじゃなくて、うん、買うから頑張りなさいってことね。そうそうそう。で、形はすっごい最初入るタイプだ。そう、別にそこまで入んないんだけどだからそのランニングを始めたいからとりあえず走ってみて、今のスニーカーじゃダメだからランニングシューズを買うじゃなくて、ランニングを始めたいからランニングシューズを買うとこから入るタイプね。そう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 。あ、なるほどね。どっちの方がいいんだろうね。まあでもとりあえずは普通に出してみた方がいいと思う。そうだね。とりあえずまあ YouTube っていうものをね知るためにもパッと1本出してみて、ぜひ出したら僕らにリプで送ってくださいリンク、うん、ね、見たいよね、うん、ぜひ頑張って、とりあえず1本出すこと。グレンゲ待ってるねリクエストがもうすごい。グレンゲね。グレンゲまたはアイラブ。あ、アイラブもいいね。うん、プロロロッタッタッタッってフルートでプロロロッタッタッタッもっか詰める。なんでそんな引いた目で見る。次いきますか。はい、はい、じゃあ動画待ってます。ぜひ送ってください。はい、お願いします。じゃあゆいさんこちら読んでください。はい、読めるかな。うん、佐藤ゆいさんへ、はい、こんにちは。私は今小学6年生です。ら、そして今ね、今年卒業します。おめでとうございます。けれど私は引っ越ししてしまい、今はみんなと同じ学校だけれども、中学生では離れてしまい、とても寂しいです。そんな時里優さんたちはどうやって 前向きに考えていますか。そして中学生で頑張ろうという気持ちをどうやって出していますか。採用されますように。そしていつも2人の動画を見て笑顔をもらっています。これからも頑張ってください。あちょあちょぱ星人。あちょぱ星人。あちょぱ星人。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと始めてみたいことっていうテーマとはそれるんですけれども、まあ4月ということでいいかなと思って、うん、どうだろうね。寂しいよね。ニューイそれだったよ。あ、そうなの。うん、あ、そっか、中学から私立。そうだよ。あ、2人小学校の中から2人だけ同じ私立に行く子がいたんだけど、もともとその子とはそんな仲良くなくて。なるほどなるほど。ほぼ独り身で行ったみたいな感じ。うん、だけどなんだろう、この中学生を絶対楽しい生活に思い出にするぞって思えば積極的に友達も作れると思うよ。いやいやいや、なんか俺は逆だったんだよな。そのまま近くの中学校に行ったから、まあもう最初からほぼみんな知り合いみたいな感じだったけど、でもまあ高校に行くときは違ったもんな、うん、全然違う人たちと一緒になったから、まあ最初はねやばいなと思った。何が？この人たちと仲良くなれるかな俺みたいな、うん、やばくねこのメンツみたいな感じだったけど、なんか結局ニコニコしてたら、愛想いい感じで振る舞ってたら向こうから話しかけてきてくれるし、そうそうそう。だ多分ね今モチベーション頑張ってあげようとしても無理だと思うんだよね。なんで？だって友達がいないとこにさ行くわけでしょ。そんなん誰だって嫌だし不安だし怖いし、それを楽しみにしようとするのは多分今無理だと思うから、とりあえず行ってみて頑張って友達一人作ろっかなぐらいのテンションで行った方がその後の中学校生活楽しくなると思うんだよね。なんか今更友達の作り方聞かれてもちょっと忘れちゃったよね。忘れちゃったよね。どうやって仲良くなったか分かんないもん。それこそさ、その学生時代の話とかじゃなくて、もう今 YouTuber さんとかとさこう知り合うことがあるじゃないですか、うん、でもその、まあ、それこそ渋谷さんとか熊美希さんとかどうやって仲良くなったか分かんないもん。分かんない。たまちゃんとかだって最初の出会いはって言われても俺分かんないもん。分かんない。運動会で転ばせた思い出しかないリレーでね、真剣に走ってたらたまちゃんがこけたっていう、あのデッドヒートの中争いがすごかったですからね、うん、でも今じゃ全然わかんないもん。だっていつ最初に喋ったのか、分かんない。何がきっかけでご飯行くようになったとかわかんないもんね。うん、まあなるようになるんだよ。そうなるようになるんだよね。だから頑張ってあの時に話しかけたから仲良くなったみたいなとかはもう気合い入れる必要はなくて、結局なんかこう席が前後だったとか
で、その前後だった友達の小学校からの友達とまた仲良くなってみたいな感じになっていくから、とりあえず話しかけんなオーラを出さないことだよね、やっぱね。ああ、そうね。ニコニコしてこんにちはみんな、私と仲良くしてねみたいなオーラを出しておけば多分大丈夫だと思う。うん、なんとかなるよ。なんとかなるんだよね。あと例えばそのなんか自己紹介で趣味は、カエルの解剖ですとか言わなければ多分大丈夫。アニメですとか言っとけば。ああ、そうで、好きな漫画はなんとかなんとかでって言うと同じ趣味の人が話しかけに来てくれたりとかするから。そうそうそう、カエルの解剖やばすぎ。でもあれなんじゃない、今中学生とかだったら、だ好きな YouTuber は誰々ですとか言ったらさ、話盛り上がるんじゃない。確かに。いや、わかんないよ、これ完全に偏見オブ偏見だけど俺らの、うん、今その小中高生に YouTube が大人気だからこそ、好きな YouTuber はフィッシャーズですとか言ったら、あの動画フィッシャーズ言っとけば、そう、多分大丈夫だよね。フィッシャーズか初めて言っとけば大丈夫。言っとけば、あの動画面白かったよねとか、あの動画のさ誰々の顔がめっちゃ好きでさとか、そういう話がこうどんどん出てくると思うから、うん、ね、せっかくこういう YouTube というアイテムがあるから大いに活用してもらって、僕らをいくらディスってもらっても大丈夫なので、友達作りのネタにしてください。よろしくお願いします。頑張ってください。ということで本日最後のお便りいきたいと思います。こちらみのりさんからいただきました、ありがとうございます。シャス、元気だね、急に急に元気になったじゃん、どうしたの。シャス、さとひろくん、ゆいちゃん、こんばんは。こんばんは。私は軽音部に入っていてドラムを担当しています。少し前にベースの子が留学に行ってしまい演奏ができなくなってしまったので、他のバンドと協力してやることになり、その協力しているバンドにもドラムをやっている子がいたので、その子と代わりながらベースを担当することになりました。すごいね、新しい楽器を始める、これは挑戦したいことだわ確かに。そしてお姉ちゃんがギターを持っていたので、それを貸してもらってギターを弾く練習を始めてみました。すごいじゃん、全部できちゃうじゃん一人で。弦を押さえたりコードを覚えたりと大変なことが多いけど、自分一人でも演奏できるくらいまで上達できるようにこれからも練習をしていこうと思います。ということで頑張ってくれ、頑張ってくれ、頑張ってくれ。すごいな。でもそういうことが起きるんだよバンドって。ベースの人が突然辞めちゃうとか、なんかまあ高校生とかでよくあるのが、そのまあ男女がさいて、バンド内で付き合います、うん、別れます、ちょっともう一緒にできないんだけどみたいな、お前らやったなみたいなこととかがねたまに起きたりするんですよ。無責任やな、無責任、本当にドラムとギターが付き合うみたいな、ギターとボーカルが付き合って別れてギターが脱退するみたいなとかがあるから、あるから本当にいろんなことがあるんですけどバンドって。でもそうやってさ他の楽器を始めるっていうことは多分俺はすごくいいことだと思ってて、ドラムだけやってたらそのなんていうの、ドラムってさ合わせてもらうのよみんなに、ドラムが基準になって曲を一曲作っていくんだけど、その合わせてもらうからあんたたち合わせなさいよっていう、そういう気持ちがなくなると思うのね。ベースとかギターをやるとドラムに合わせるっていう気持ちが分かるようになるから、どうやったらギターとベースがドラムに合わせやすくなるかなとか、ギターとベースだったらどうやったらドラムがテンポを維持できるようにこう演奏の工夫とか音量のバランスを調節できるかなっていう相手の気持ちが分かるようになるから、絶対上達すると思う。すごいスキルアップになると思う。すごいね、すごいスキルアップになると思う。君はちなみにドラムやってみたいんでしょ。もういいや、もう良くなっちゃったの、うん、バンドリを見てサーヤに憧れてスティックまで買ったのに。サーヤっていうかハッシーだね。ドラム叩けるようになればいいの。叩けるよ、叩くことなんか誰もできるよ、ね、演奏することができないってことね、うん、そう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 、演奏できるようになりなさいよ。いやピアノでいいや。なんで、でもピアノできるから絶対できると思うんだけど。そうかね。なんか前出したよね、さ大学生の頃に住んでた方のスタジオでさ、ギターとドラムでなんか練習する動画みたいなやつ出したよね。喧嘩した、喧嘩したよ、なんで教えてくれないのとか言って、めっちゃ綺麗だもんだって。俺ドラムできないのに。だってちょっとなら叩けるから教えてあげるよって自分で。8ビートぐらいしかできないよ俺。あ、できるじゃん。全部教えてもらおうとしてんだもん。当たり前でしょ。全部、でも全部こうなんか新しいことを始めるときにさ、全部人に教えてもらおうとする人いるじゃん。でその人って多分さ、そこまでの知識しかないから、なんかこう俺はなんだろう、自分でこう開拓していける
ようになったら上達するなと思う。君もだって編集一から覚えたんでしょ、独学で。うん、ゆうぴに教えてもらったよ。なんだよなんだよ一から全部教えてもらったのかよ。そうだよ、見て盗んだんだよ。なんだよ、じゃあドラムも見て盗めんじゃん。あ、手なら動かせる。もうあれでしょ、夢の中ではめっちゃ叩いてるでしょ。あー、もうバリ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 だよ。スタービートなんか余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃんだだけんのね。あ、じゃあ今度それあの夢トレバッチリのやつ実践で見せてもらおうかな。夢の中ではね、実践で見せようかな。夢の中では、ね、いや夢の中だけじゃちょっと足りないので。じゃあ俺もさ、ね、ピアノ夢の中ではさ、アイラブ弾けるでしょ。ピアノ弾けない。弾けない弾けるでしょ。夢の中でも弾けない。あ、いいもん。ドラムそういえば弾けなかったな。叩けない。叩けたんでしょ、スタービート余裕なんでしょ。なんか楽器新しいの弾けるようになったらいいな。俺やっぱピアノだな。教えてあげるよ。ピアノかバイオリンやれや。いや、サックスやりたい。サックスないじゃん、うちに。買えばいいんだよ。買えないよ、あんなでっかい音のする楽器。買えば。速攻隣人から苦情来るよ。ひろくんちでやる。ふざけんなよ。それこそもっと隣人から苦情来るよ。壁薄いもん。そっか、うん、古いタイプの家だから。そっか、うん、まあそんなことは置いといて、まあ今ね、お家にいる時間がすごく増えてるので、まあ、ギター練習するとかピアノ練習するとか楽器の練習って多分めちゃくちゃいいと思うから、うん、ちょっとおすすめだと思います。お家の過ごし方いいと思う、うんうん、だからぜひ皆さんもなんかこうさ、コロナが落ち着いてきたら自分の中に一つなんかスキルアップしたものがあるといいよね。頑張ろう、俺もなんか練習しよう。動物の森極めようかな。いい考えと思わない。全然。一緒に動物の森極めない。もっと極めてる人がいるからだからそのレベルに達せれるまで頑張るの。だって森じゃないもん、あれ街だもん。インフラのやつすごかった ね、 ね、まあ、そういうのじゃなくて里ゆいのオリジナルの動物の森、いや島を作り上げて。そんなんより楽器やれファンミとかで披露できるようにね、うん、ファンミでさ島を披露するっていうのはどうじゃ。あつ森の島を披露する。ゲームチャンネルであれや。まあそんな感じで、今月の里ゆいラジオ終わりたいと思います。来月のテーマ考えてなかった、来月のテーマ。あ、じゃあゴールデンウィークに行きたいところ。行きたいところだって5月なんだよ、もう。そうだよ、いいよ。だってさ、5月の終わりまで学校の休校が延長するのにさ、どこも行けないよ。あ、じゃあみんなお家で何してたかい？違う違う。いいよ、鬼舞辻無惨のモノマネ似てないからそれ。やって。似て。違う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 。レツコちゃーん。はい。お家で何してたかいする？違うよ。これから行きたいなって思う。想像を膨らませるんだよ。あ、じゃあいいよ、言ってくれ。はい、みんなにテーマ。え、何？来月のテーマは。今言ってたじゃんそれ。ゴールデンウィークに行きたいところ。行きたいなって思うところ。行けないけどね。行けないけど想像膨らまして。じゃああれでもいいよ、みんなが行って楽しかった旅行の思い出とか聞く。あー、いいよ。逆にさ、それで聞いて、あ、ここいいなってみんなで想像膨らませる回にしようよいいよ。じゃあそうしよう。みんなが旅行に行って楽しかったところ、里ゆいにおすすめしたい旅行先、おすすめスポット、うん、何県でもどの国でも構いません。へ、壊れていても動かなくても構いません。廃品回収、廃品回収みたいに似てたねということで、じゃあそういうことを僕たちに教えてください。おすすめのカフェとかでもいいね。渋谷のどこどこのカフェのなんていうメニューがすごく好きでみたいのでもいいので。原宿のダッチっていうところのボンゴレビアンコがすごい美味しくて、すごくお腹空いてきたな。そんな感じでお便り、あのウームの住所変わっております。ミッドタウンの方になってるので、六本木ヒルズの方じゃなくて東京ミッドタウンの住所にお便り送ってください、はい、でもしかしたらちょっとコロナの影響で今社員さんも出勤してないので、僕たちにプレゼントとかお手紙とか届くのが遅くなっちゃって、来月のラジオもしかしたら1ヶ月繰り越しみたいになっちゃう可能性もやだなくはないので、な、やだ、まあ、ないようにはし、やだ、ね、したいですけど、可能性もなくはないので、それだけ皆さん覚えていただけると嬉しいです。ということで、言い残したことありますか？僕はドラムが叩けません全然今じゃなくてよかった
だって信用してくれないんだもん。全然今じゃなくてよかった。スタービートも叩けません。ということでまた次回のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。